どうもこんばんは、牛員徳川です。以前といってもですね、だいぶ前なんですけども、台湾のゲシックというメーカーさんからですね、レビュー依頼をいただきまして、こちらのオンラップ 1101F というね、HDMI ポータブルモニターを、送っていただいたんですよ。で、これ動画僕以前作ったんで、最近チャンネル登録をしていただいた方はですね、こちらの i マークの方から飛べるようにしておきますので、ぜひご覧になってください。で、また同じですね、ゲシックさんから、今度はこちらが届きましたと。これがですね、オンラップ1102H という商品です。今日はこちらの同チェックをしていきましょうという動画です。はい、この 1102H はですね、前回のその 1101F と大して変わってないんですよね。解像度で言うと、横が 1920×縦が 1080 の、11インチのフル HD モニターで、こういう超軽量で、超薄型の HDMI ポータブルモニターであるということなんですけども、何が変わったか、この本体にバッテリーが内蔵されたというところなんですよ。まあそれだけなんですけどね。付属品としてはこちらにちょっとビニールでね、ちょっとごちゃっとしてますけども、HDMI ケーブルが、こちらは HDMI ミニから HDMI マイクロのケーブルと、一番大きなタイプ、標準ですね、標準から HDMI マイクロのケーブル、充電兼給電用の AC アダプターと、それから USB ケーブル、ご使用前にお読みくださいという、まあ、ちゃんと日本語対応しているマニュアルですね、ユーザーガイド1102ユーザーガイドと、まあ、結構詳しく書いてます。ケーブルを束ねるやつですね、ゲシックというロゴが入ってますけども、これが2本HDMI ケーブルを束ねたらいいんですね、こうやってね。あとはビスで、このビスはですね、まあここについてます、この、カメラに搭載するとき用のアタッチメントを止めるためのネジですね。で、これが、こうケースですね。うん、でこれは後ろがマグネットになってまして、まあこう畳むことで、スタンドにもなりますよと。ではですね、今撮影しているこのソニーの α7R3 の映像を、この付属の HDMI ケーブルでここに出してみますね。はい、こちら側にですね、 VGA と HDMI の入力があります。でここは USB の入力ですね。で HDMI のケーブルをここに接続します。で、こっち側ですね、USB 電源なのか内蔵バッテリーなのかと、これを選択するスイッチがあるんで、これを入れます。そうするとインジケーターがつきますね。はい、どうでしょうか、映りますでしょうか。よ、はい、来ましたね。はい、HDMI 1920×1080 の、フル HD の映像が、こちらに映し出されました。はい、まあこういうものなんですよ。今HDMI ケーブル以外、まあ、どこにも線が繋がってないですよね。内蔵のバッテリーで駆動してるということですよ。ね。素晴らしくないですか？まあこれだけなんですけどね。単純にそのバッテリーが内蔵されたというけども、それがものすごくこうアドバンテージがアップするんですよね。内蔵バッテリーは、仕様を見たらいいかな。いいね。全部ここでチェックできるんて素晴らしくないですか？なるほど。満タンで約 4.5 時間持つらしいです。全然いいよね。全然大丈夫ですよね。4.5 時間も持てばね。で、先ほどの逆サイドですね。よいしょ。アップにして、よいしょ。オリンパスのレンズやっぱ便利ですね。こちらにコントロール部分が並んでます。上下のカーソルと、それから、メニューを出すボタンで、これは何かな、太陽マークがついてますけど、これ押したらどうなのかな、これ押しても何もならんね。これ電源かな、あ、電源切れましたね。はい、じゃあメニューを出します。はい、輝度、コントラスト、エコモード、シャープネス、自動調整と、まあ、ここで決定をしていくとですね、まあ、輝度が選べます。輝度を上げたり、
上がってんのこれ画面を通して分かったりするんやろか。輝度を下げたりとかしね、うーっと下げていくと画面が暗くなるかな。あ、暗くなってきましたね。うん、ちょっとこの段階が100まであるのに、この数値が上がり下がりするのがすごい遅いんで、ちょっとそこがストレスかなっていうところはあるんですけども、まあ輝度高めの、まあ、80ぐらいにしておいてですね。で戻ります。で次はコントラスト。コントラストもまあ上げ下げできますよと。シャープネス自動調整、この辺はいいかな。カラーモードを標準、写真、ゲーム、映画。なんか映画が綺麗やな。映画が綺麗ですね。うん。で次はブルーライト軽減。オフになってますけど、これをオンにすると、うん、あ、なんか黄ばんだ色になるな。オフでいいですね。カメラの画質を確認するためにブルーライト軽減されたら困りますもんね。次、色温度ね。色温度、標準、寒色、暖色、ユーザーしか選ばれへんのか。ユーザーで赤。あー、なるほど、 RGB の数値を決めるためのものか。色温度って書いてるけど、その何ケルビンとかで選べるんじゃなくて、 RGB を1から100まで設定する、まあテレビと同じ方式ってことですよね。うん、赤を下げていくとだんだん青っぽくなっていくってことよね。カラーマネジメントの観点から言うとちょっと難しいかなこれは。言語選択、これだけの言語が選べますよと。ちゃんと日本語がありますよということですね。次は音量ですね。今カメラとつないでるんで音量はミュートにしてます。ミュートオンにしてますね。これね、そのフィールドモニターには珍しくステレオスピーカーがこうついてるんですよね。この点々見えますかね、これね、音がちゃんと聞けるんですよね。なので、例えば撮影のお仕事の時なんかにですね、その長めの HDMI ケーブルでカメラとつないで、こう僕はディレクターとしてね、こうディレクターモニターとしてこれを使うと、大きな画面でゆったりとモニタリングをしたりですね、あとはお客さんに撮れ高を確認してもらう時も、この軽量なんでね、すごく薄くて軽いので、これをお客さんにこのまま渡すと。はい、今のやつこんな感じで撮れてますけども、いかがですかね。肌の色ツヤとか大丈夫ですかね。あとね、お客さんの声が本当にマイク乗りが良くて素晴らしいんですよ。ちょっとここで聞いてみてもらえますってね。ちゃんとここにスピーカーがついて音が出るからね、こういうことができるわけですよ。もう仕事のできる男感っていうのがこれでバンバン上がりますよね。知らんけどね。うん、で、あとは入力選択ですね。オートサーチ CEC モードっていうのがちょっと分かんないですけども、まあ、HDMI ケーブルをつないだら HDMI の信号が来てますよと自動認識するということですよ。最後はこの本体の情報ですね。モデルオンラップ 1102F でファームウェアの情報が来てるということですかね。まあ何やろね、もともとはそのカメラと組み合わせて使うというだけのためにある製品ではないと思うんですよ。前回のこの 1101F もですね、任天堂クラシックミニファミリーコンピューターを、アウトドアでやりましょうみたいな、そういう歌い文句だったと思うんですよね。だからこの本体カラーもファミコンカラーになってたりとかですね、ちっちゃいミニファミコンも要はモバイルバッテリー、こういうモバイルバッテリーで駆動するじゃないですか、 USB 電源だから。だからここから同じように、二口で電源を取ってやると、このモニターと合わせて公園でも彼女と二人でファミコンができますよと、そういう製品だったわけですよ。だから、まあ、これもそういう用途でできるんですけど、このモバイルバッテリーがいらないっていうのは非常にいいですよね。うん、これ重いから。まあ今やモバイルバッテリーなんてね、その今日日誰でも持ってますよ。カバンの中に1個や2個忍ばせてるもんだと思うんですけども、これないだけで全然いいんですよね。そのやっぱ仕事の時もお客さんの前でこう機材をこうセッティングするわけですよ。三脚を立ててカメラ出して、レンズを選んでガチャってつけて、
こう構図決めてみたいな、で照明立ててマイク立ててみたいな中で、このモニターにモバイルバッテリーをつないで給電するという最後のこの一手間ね、この一手ね、この一手がないだけでお客さんの前での振る舞い、所作のスマートさっていうのが全然違ってくると思うんですよね。でそのお客さんにこう確認してもらう時もですね、このモバイルバッテリーがつながったこの状態で入って渡すのか、それともこのシンプルなこの状態で入って渡すのか、ここですよ、ここでその仕事できる男感っていうのが。それでですね、この本体のバッテリーが切れてしまった時はもちろんこの付属のね、アダプターから USB の電源を取ってですね、こちらですね、つないでやることでこう駆動させることもできますよと、充電ももちろんできますと、いいね、完成度が高いですよね、基本的に。その製品のクオリティがしっかりしてるなという感じですね。やっぱこの薄さと軽さっていうのは正義ですよね。例えば、もうこんなちっちゃいんですから、会社の展示会イベントとかで、こう壁にこう埋め込んでしまうような使い方とかもいいと思うんですよ。HDMI ケーブルをこうパソコンから引き回しておけばいいわけですから。ね、弊社の作品をここで見てくださいみたいな感じですよね。で、本当によう考えられてる製品でですね、このケースを外すとこの裏面にですね、このケーブルがね、横から出るのがちょっと嫌じゃないですか。これを後ろから出るようにするためのこうオプション品なんかもね、売られてるわけですよ。ここにつなげることができるんですね。で、このケースはこうかぶせてやることで、マグネットですけどね、はい、これで、まあ、ケースというか蓋になると画面を守ってくれるわけですよ。だから、この MacBook Pro と重ねてね、パソコンバッグの方にこう入れて持ち運んで、カフェで MacBook Pro を開いた時の持ち運べるサブモニターとしても使えますよね。まあよう考えられてる製品だなと思いますよ。これはなかなか売れるんじゃないですか。クオリティ高いですよ。で、もう画質の方はですね、もうそこはゲシックなんで、まあ、これ系の製品をたくさんもうリリースされてるんでね、もうそこはお墨付きなわけですよ。信頼感高いんですよね。という感じで、ゲシックオンラップ 1102H の同着でございましたけどもね。まあ僕は、まあさっき言ったようにそのパソコンのサブモニターとか、あとは主にやっぱりカメラの外部モニターとして使うことが多いかなと思います。願わくはですね、この映像の反転機能とかね、ヒストグラムとか、ピーキング表示とか、その辺をですね、この内部的なアップデートで対応してくれへんものかなとね、わがままなことを思ったりもしますけどもね、まあ、気になった方、よかったら下の方にリンク貼ってあるんで、ぜひ見に行ってみてください。はい。メーカーさんも喜ぶと思うんでね。それでは、今日はこの辺でありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。牛乳とかがでした。